こんにちは、ケヤキョウチャンネルです。今回のテーマは2019年振り返り介護業界重大ニュースです。2019年もあっという間に終わりまして、今年の介護業界にまつわるニュースをピックアップして視聴者の皆さんとご一緒に振り返っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今年いろんなニュースあったんですけども、一つが処遇改善、介護職のお給料に関するニュースがいくつかありましたのでご紹介します。一つ目、2019年4月介護職員の平均月給が初の30万円超えというニュースが厚労省の調べ、調査の中で出てきたというところでございます。こちらが厚生労働省が発表した資料でして、介護従事者等の平均給与額の状況というのが、月給常勤の方だったらどのぐらいかというデータが出ています。平成30年の9月においては介護職員30万970円という月給になってまして、昨年1年前の平成29年9月と比べると、差が1万円強増えているというような状況という発表がございました。ただ介護職の皆さんにお話をお伺いすると、実感としてはまだまだこんなに上がっていないという声も多くて、手取りの違いであるとか地域役職による違いというところが大きいんじゃないかなというところなので、ケヤキョウとしてももっと処遇が改善していくような声を上げていきたいというふうに思っています。2つ目、こちらが一番皆さんの中で注目を集めたニュースかなというふうに思います。2019年の10月、特別処遇改善加算という新しい加算が導入されました。で、結構ですね、リーダー級の介護職員さんであれば月額8万円上がるのかなみたいな、そうした期待の声もたくさんあったんですけども、期待の割に上がらなかったという声が大きいかなというところでございます。ケヤキョウの方でもアンケートいたしまして、電話アンケートをご協力いただいた皆様ありがとうございました。皆様のお声をお伺いすると、期待したほど上がらなかったので、ちょっと他の介護施設に転職しようかなであるとか、あるいはもう介護業界を辞めて他の業界に行ってしまおうというような方も電話アンケートの中ではいらっしゃいましたので、ちょっとですね、国の施策としては少し裏目に出てしまった部分もあるんじゃないかなというふうに思います。こちらもケヤキョウとしても引き続き、さらなる処遇改善に向けて声を上げていきたいなというふうに思っています。で、少し処遇に関連して、もう一つですね、結構業界で話題になったニュースがこちらでございます。人材不足は介護業界でよく言われていまして、今年も引き続き、人材不足の状況が続いていたと。で、こちらは2019年の6月のニュースなんですけども、損保ジャパンの方で、職員の削減とともに、介護人材、として、活用していこうというような、そうしたニュースが流れて、いました。社内の人事異動で介護の人材不足を賄おうというような動きだとは思うんですけども、結構介護の業界であるとか、それ以外の業界の方とお話をさせていただいても、手のいいリストラなんじゃないかというようなお声であるとか、介護の仕事をバカにしないでほしいといったような声もありまして、今後の動向が注目されるかなというところでございます。あとですね、介護にまつわる事件も今年結構いくつかありました。有名なところで言うと、2019年の3月、准看護師の方が有罪判決を受けたというような、こうしたニュースもありました。こちらは2013年ですね、特養で女性の入所者の方がおやつを喉に詰まらせてしまって1ヶ月後に死亡されたというような、そうした事件がありまして、刑事的な事件になっていたんですけども、今年の3月にこの対応をしていた准看護師の方に対して有罪判決が下ったというようなニュースです。介護の事故をきっかけにして、刑事罰になるというのは非常に珍しい、ケースでございまして、今後で言うと、こうした判決というのが、介護の現場で働く皆さんの、萎縮してしまうような効果が働かないように、手当てをしていってほしいなというふうには思っています。じゃあ5つ目、介護の事件、静岡の特養が、閉鎖をしてしまったというニュースも業界では話題になりました。2019年の9月ですね、静岡県の特別養護老人ホームが閉鎖をすると。で、理由としては人員不足などによる経営難というところで、人員不足、人材不足というところが特養を閉鎖せざるを得ないというような状況にまで至っているというような状況かなというところになります。ですので、人手不足というところの解消が急務というふうになっていまして、処遇改善であるとか、あとは介護業界全体としてのイメージアップというのが非常に重要になってくるかなというふうに思っています。
またちょっと別の観点のニュースこちらです。今年2019年5月ですね、ゴールデンウィークが10連休というようなニュースもありました。まあ、世間としてはお休みしっかり取れていいなというところなんですけども、まあ、この年末年始も同様で、まあ、介護のお仕事というところは、まあ、こうした大型連休っていうのはまあ関係ない状態がずっと続いていっているというところになってます。でゴールデンウィーク世間の皆さんは10連休あるんだけれども、じゃあ何日介護職お休みあるかというので言うと、53% 一番多いのが2日か3日というような結果になっていまして、なんと 30% の方々は1日もお休みがないか、お休み取れたとしても1日しかないというような状況になっているというところになっています。ですので、まあ、お給料面の処遇改善というところに加えて、介護の業界全体としてこうした労働環境というところの改善も重要になってくるかなというのが、今後の人手不足解消のためにも必要になってくるというふうに思われます。またですね、今年は台風のニュースが結構話題になったかなというふうに思います。で2019年の10月ですね、大型の台風が来ておりまして、まあ、たくさん台風の被害に遭われた介護施設あられると思うんですけども、例えばで言うと埼玉県川越の徳陽がですね、この台風で川が氾濫して浸水をして孤立をしたというようなニュースがありました。入居者124人が取り残されてしまって、まあ、最終的には全員が救助されたというところで、まあ、なんとか安全を確保いただけたニュースかなというふうには思うんですけれども、まあ、こうした台風というものであるとか、まあ、自然災害というのは今後も来ることが想定されますので、改めて災害対策というところの重要性を、皆さんが認識されたニュースじゃないかなというふうに思います。また台風関連でいうと、もう一つですね、この10月ケアマネの試験、介護支援専門員の試験、が、まあ、予定されていたんですけども、こちらの試験が中止になったというような、全国的に中止になったというようなこともございました。でこちら再試験が発表されていまして、来年の3月8日の日曜日に実施される予定というところでございますので、改めて受験予定だった方はぜひご確認いただければというふうに思います。こうした形でいろいろですね、処遇であるとか、あとは事件であるとか台風周りといったようなニュースが結構あったんですけども、あとはですね、まあ今年に関しては芸能人の方々が介護業界に関して、まあ、接点を持ってニュースになるということもあったかなと。でこちらが今年の7月ですね、ザ・ブングルさんが介護施設でボランティアをされたというニュースでございます。でこちらザ・ブングルさんですね、営業活動の中で、まあ、謹慎をされて、で、まあ、謹慎中に、介護施設でボランティア活動をされたというようなニュースでございます。でこちら介護メディアケア協の方でも取材をさせていただきまして、で私も直接お会いをさせていただいたんですけども、今後も2人としては介護業界に、貢献できればという思いを強く持っていらっしゃるので、まあ、これからも、まあ、有名な方ですので業界をぜひ盛り上げていっていただければなというふうには思います。重大ニュースの最後は11月のニュースです。でこちらも芸能人の方で、メイプル超合金の安藤夏さんがご結婚されたと、介護職の年下の男性とご結婚されたというようなニュースがありました。で、まあ、安藤夏さんなんですが、もともと介護施設で働いていらっしゃったというようなところもありまして、もしかしたら介護が出会いなんじゃないかというような憶測情報もありまして、介護業界としても非常におめでたいニュースだったのかなというふうに思います。まあ、来年もですね、ぜひこうしたおめでたいニュースがお伝えできたらなというふうに思っております。はい、今回はですね、2019年の介護業界にまつわる重大ニュースを振り返りさせていただきました。こうしたニュースもあったぞという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄でもいただければというふうに思います。2020年来年も、皆さんにとって良い年になればというふうに思いますので、来年もケア協チャンネルをぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録といいねもよろしくお願いいたします。さようなら。やっほー、コメンです。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。あとは LINE と Twitter の登録もお願いします。詳しくは概要欄でチェックしてね。また見てね。